バイブリーは、イギリスのグロスターシャーの村であり、行政教区である。バイベリー、ビベリーなどと表記されることもある。この村がある、コッツウォルズ地方を水源とするティムズ川の支流である、コルン川の両岸にある。村の中心は、サイレンセスターの6.5マイル北東である。アーリントンローは、イギリスすべてのパスポートカバーの内側に描かれている。 全国的に有名な建築の保護地域である。コッツウォルズ地方の伝統的な田舎の村や、ティーハウス、多くの細かい彫刻が施され保存された建造物を訪れることが旅行者のメインの目的である。そのため、ブリュッセルにあるミニヨーロッパの国の主要な6つの場所の一つになっている。バイブリーの生命あり教会1086年。 ウィリアム一世の統治下における調査が記録されたルームズデイブックにおいて土地はビーチベリーと名付けられバイブリーの田園と教会はウースターの聖母マリア小修道院によって所有されていた1130年にオックスフォードの近くのオズニー修道院へ譲られたと記録されているオズニー修道院は1540年の修道院解散まで所有していた イギリス国教会教区西米アリー教会は後に手が加わった高規作村様式であり、グレードアイの3つの伝統的な建築種別の最上位である。主材料は不揃いな石とスレートの屋根と石灰岩の破片を用いた霧沈みである。北と南の通路を持つ新郎、南玄関、北西の塔と内陣、塔、アーチ型の戸口で形成されている。南の壁に、 古代の教会法上に基づく人形がある。1130年から16世紀の間のイギリス宗教改革までオックスフォードのオズニー修道院特別教会だった。村の小学校は教会に近接していて1850年代に建てられた。アーリントン・バプティスト教会はアーリントン側にあり1740年代から礼拝集会が行われている。 1883年に、ジョージ・ウィッツは、バイブリーにあるローマのビラの発見について、以下のように詳しく話した。1880年にサイレンススターの、約6マイル北東のバイブリーの教区で、ローマのビラを偶然に発見した。ローマの陶器、コイン、モザイク式の歩道の遺物が発見されたが、まだ何の調査も行われていないため、建造物の記述は行われていない。 アーリントンの橋のバイブリー川、小さい曲がりくねった川の下流の地域がビラがあった場所を占める。東の土手にあるバイブリー村の中心部は約40の家や店で成り立ち、そのうちの2つが一流ホテルである。2009年バイブリーのアーリントンミル19世紀、アーツクラフツ運動の立役者であったウィリアム・モリスはバイブリーを訪れた際に村を、 イギリスで最も美しい村と呼んだ。村は、急勾配に調節された屋根を持つ蜂蜜色の17世紀の石造りのコテージとして知られており、その建物はかつて近くのアーリントンミルで、宿住するための布を供給する職工が住んでいた。バーンズリーハウスに代わる、以前の1980年代までその建物は、時代物の,の布のコレクションを所蔵する。 アーリントンミル美術館を収容していた。ミルは現在私有の住宅である。バイブリーのコテージ1633年に建てられたバイブリーコートアーリントンローで羊毛を洗った後に吊るして乾かした場所はラックアイルとして知られている。現在、湿地牧屋や湿地は季節的に洪水したり、三辺から来る水によって囲まれている。そこはそれぞれ 水を好む植物と、マガモ、オオバンやライチョウを含む鳥にとって重要な生息地であり、ナショナルトラストの野鳥指定地でもある。1971年に昭和天皇がヨーロッパ旅行中に村に滞在していたことから、バイブリーは特に日本人観光客がよく訪れると考えられている。バイブリーの中で最も大きな建物であるバイブリーコートは、 ジェームズ一世の時代の建築様式で1633年に建てられた。この建物はグレードアイに指定された建造物であり、最近までホテルだった。ホテルは完全閉店し、その後は決まっていない。現在バイブリー唯一のホテルであるスワンホテルはコルン川の見晴らしの利く位置にある。以前、シャーバーン卿ジェームズ・ダットンが住んでいたが、2008年に シプトンミル・ユーキ小麦コのジョンリスターによって購入された。村には、教会とバイブリー裁判所の近くである北西と、反対方向の主道路の下流にテニスコートがある。ポトリッカーレーンにあるアブリントンマナーは1590年に建てられ、グレードアイに指定された建造物でもある。ピクチャレスクなアーリントンローにあるコテージ群は1380年に、 修道院の羊毛貯蔵所として建てられた。この建物は17世紀に、食工のために一連のコテージに改装された。ここで作られた織物は、アーリントンミルに送られた。アーリントンローは人気の観光名所であり、おそらく最も写真に撮れているコッツウォルズの景色の一つで、ロイヤルカレッジ・オブ・アートによって保存されている。映画やテレビのロケ地として使用され、 中でも、スターダストや、ブリジット・ジョーンズの日記の映画で使われた。バイブリーのスワンホテルからのコルン川の眺めテムズ川の、支流のコルン川は南東に向かってテムズ川盆地のかなり急な谷を流れる。アーリントンを含むバイブリーの中間部を通っている。京区は、ほぼ長方形であり、遠くへ、緩やかに起伏し、高く、北へ広がる。京区には、 上流の谷にある中心から離れた集落のアブリントンも含まれる。村から300メートルのところにバイブリー農場があり、平均海面高度150メートルの地点は北部の大部分と類似した高台である。さらに遠い土地を遡る前に古代ローマの街道であるエークマンストリートに沿って南部は周辺の最大高度の141メートルになる。 北東と南西のバイブリーの境界線の間の谷底は高度基準1 0 8メートルから9 8ルに広がっている。バイブリー水源地に加え、コルン川は地元に生息しているブラウンドラウトを地元の川や小川へ放つため、有名なナチュラリストであるアーサー・セバーンが1920年に設立したバイブリーマス養殖場に水を供給している。は 毎年最高600万個のマスの卵を生産している。三つの中世の三居村にはたくさんの草地が散在するが、車道とはつながっていない。歩道橋は両側とあらゆる方向の歩道を結ぶ。標高は村の場所により大きく異なり、1マイル先の丘の断崖には緩やかな坂がある。世界で最初の競馬界である。 バイブリークラブは1681年に結成された。バイブリークラブはソールズベリーやストックブリッジで競馬を主催したほか、20世紀初頭まで村のマカロニダウンズの丘でも競馬を開催していた。金色モザイクに登場するアリス・カータレットの聖火のモデルとなった場所はこのバイブリーと公式に認定されている。 2000年に法廷弁護士であり裁判官であるダニエル・ブレナンはブレナン教徒されバイブリーは彼の出身地として称号につく土地である。当時のイングランド王ヘンリー・パッセイがカトリック教会と対立し1538年に修道院解散令を出して全国の修道院が解散、閉鎖し新たにイングランド国教会を開いた。ありがとうございます。